さあ、ということで今回はマルチプレイの方をやっていきたいと思います。民家でね、これは確か4ラウンド、5ラウンド制かなんかで、結構ね、長丁場になるんですけども、じゃあ彼でいきますか。グラズで。あれ？待って、2人になってる。人質を見つけろ。さあ、ということでなんかよくわからないまま始まったんですが、なんだこれ。たまにね、韓国人とか中国人が入ってくると、すごい通信がやばくて、ラグだらけになったりするんで、今回もそのパターンかな？なんかね、あれなんですよね。あ、いたいたいた。なんかいた。まあ、いきなり壊されるっていうね。なんていうか、あと10秒。何この音。あと5秒。あ、なん人か質の居場所はジャミ不明。ングされて作たの戦をかな。続けろ。ちょっと待って、マッチを離れたって。何がどうなってこうなってんのこれ。あ、ちょっと、敵、味方オペレーターは残り1人。いきなり外にいるんかい。味方が制圧され人た。質の安全を確保する。部屋さあ、のと周いりうをこ固とめろ。で、これがね、防御フェーズになってくるんですけれども。どうしようかな。あれ、ここは閉められないのか。ここはどうしようかな。バリケード。あ、違う違う。アーマーパネルをね、つけておきましょうか。人質を発見。攻撃に備え。窓を塞いだぞ。作戦エリアから出るな。残り10秒。あ、ちょっと、うざいうざいうざい。15秒。うざいうざいうざい。敵部隊が人質の居場所を見つけた。ちょっと壊すのがあれだから、ちょっと待って、こっち閉めとくか。あ、待って待って待って、これアーマーパネルしちゃうよ。アーマーパネルしちゃう。ここアーマーつけとこう。よし、これで形を変えるぞ。多分こっちからは人が入ってこれると思うんで。おっと、爆発してるな。オッケー、ナイス。ここって何なの？なんかただの。ただのあれなんじゃないの？なんかちっちゃい部屋みたいな感じなんじゃないかな。おっと。あ、やべ、あいつアーマーか。どうしよう、どうしよう。あ、これで、ちょっと倒せるのかな？倒した。よし、オッケー。あれ、まだ生きてる。オッケー。これで、撃退ですね。オッケー、オッケー。よし、オッケー。二人目倒したかな？やばい、体力はちょっと、心もとないな。これ、着といた方がいい？着とくか。まあ、死ぬのもあれだしな。まあ、とりあえず着ておきましょう。着ておいて。待って、そこ突破されたか。あ、ちょっとラグい。敵に発見された？どうなってる今。現状がわからん。ここは、なんで、どっかにいるのか。まあ、どっかに、あー、なんかそれ動いてんな。よし、オッケー。そこに、敵がいるのか。誰が撃ってんだ。怖い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 。 ここもう一個閉めとくか、念のためね。まあ、一応閉めておいて。待って待って、何が起きてる。あ、敵に発見された。あ、まあまあまあ、そこで見てんのね。はいはいはい、オッケーオッケー。で、多分ここにもいるから。よし、オッケー。まあ、とりあえずドローンはね、破壊し、あー、やべ、やられた。まずいまずい、そこにいるぞ。ちょっとこれで、生きながらえておくか。全然見えないけど。後ろ、後ろ、ちょっと助けて。助けて。後ろにいますよ。
おい おい、テルミットにやられたわ。敵オペレーターは残り1人だ。え、勝てる感じじゃなかった今の。まあまあいいか、しょうがないな。まあそんなこと言ってもしょうがないな。さあということで今度は攻撃。さて、あ、人もねちゃんと集まってきて、うん、もうちょっとねオペレーター増やしたいよね。でね、 IQ はね、あの一応なんですけど、一応解除はしたんだけど、個人的には少し使いづらかったかなっていう気がするので、うん、もうちょっとねその攻撃側のキャラクターも増やしていきたいかなと。まあお気に入りのねキャラクターを見つけられるのが一番いいと思うんですけど。お、みんななんかロード早いな。人質を取り戻せ。さあということで、ドローンで人質を探すフェーズなんですが、どっから入れるかな。あんまりねまだマップの把握ができてないから、まあ、マップの把握ができちゃうとできちゃうで、なんかもうちょっと飽きてきちゃう可能性も高いけど、人質はさっきはどこにいたんだ。まあでもさっきいた場所にいる。あ、なんかジャミングされてる。ジャマーがあるのかこれ。あ、これ外出ちゃうのか。ちょっと下に、あ、やべ、なんか下これジャミングされてる。ジャミングされてる。ちょっと逃げよう逃げよう。多分下にいるな。ここら辺に隠しとくか。なんかジャマーがいるな。ジャマーがいるけど敵はいません。基本ねこのゲーム走ると死ぬんで、すごいゆっくり行きましょうね。どうしよう、 IQ の後ろついてくか。お、さて、多分ここら辺にはいないから、地下にいるんじゃないかな人質って思うんだけど。あ、こっから入れない。あれ、さっき入ってなかったっけ。今回はテルミットはいないのかな。敵に発見された。なんだ、どっかになんかあるのか。いないな。あ、でもなんか敵に発見されまくってるけど、なんだ、もう一人死んだやつが監視カメラやってんのか。たまにあるよね。たまにあるよね、落ちちゃうやつ。どこにいる。そこか。待ってろ待ってろ。あんまりね派手に動いて助けに行くと二人とも共倒れになる可能性がある。おお、びっくりした。ん、なんだ。あー、終わったのね。多分ね俺の予想だとこれ下にいるんだよね。下にいるからちょっと、あ、ドローンで探ってる。どうだ、いる、いそうかな。開けていい。開けていいですか。軽く開けてみようか。あー、あそこにもバリケード張られてるね。じゃあここはいいか。これブリーチしとこ。ブリーチ。輸出接線も一緒に破壊したぞ。あっ、いるいる。危ない危ない危ない。こっちからじゃ狙えないな。ナイス、オッケー。なんだ、ちょ、何してんの。びっくりなんだけど。何今の。クラスターなんとかとか言ってたけど、おお、なんだ、邪魔か。あれ、下にはいないのかってなると、ちょっと待って、ここも開けよう。あ、やべ、どっかにいたの。あー、なんか寝そべってる。寝そべってるマンにやられた。あ、そういう、あ、マジか。うわー、えぐいな。待ち方がえぐい。俺が置いた邪魔なんで、邪魔じゃない、ドローンなんですけど、完全に使い物になんない感じだな。うん、見える視点が限られるのでこっちへ行こうか。
15秒。まあおそらくこの奥に人質がいる気がするんだよな。アーマーな、アーマーっていうかこのシールドは使いこなせるとすごい強いと思うんですけど、個人的にね、あ、爆弾あるぞ、多分爆弾ある。あれ時間切れ人質殺された感じか。なるほど、もうちょっとみんなで迅速に動いていくべきだったかということで、負けてしまいましたねということで、うん、なんか全然活躍できなかったですが、これがねマルチプレイっていう感じです。はい、皆さんもねよければやってみてはいかがでしょうか。ということで今回はここら辺で終わりにしておきたいと思います。それじゃまたな。